皆さんこんにちは。日本の男性は蓮舫氏を嫌い、彼女が東京都知事選に立候補を表明するとネット上で悪質なバッシングを繰り広げた元 AERA 編集長でジャーナリストの浜田恵子氏の指摘が波紋を呼んでいる。7月7日投開票の都知事選は6月20日に告示され、蓮舫氏は JR 中野駅前で第一声を上げた。果たして彼女は女性差別の被害者なのだろうか。浜田氏は羽鳥慎一モーニングショーテレビ朝日系列平日8:00のコメンテーターを務めている。そして19日の番組に出演した浜田氏は、都知事選の最新状況が取り上げられると現職の小池百合子氏と蓮舫氏という女性2人が主要候補と報道されていることに触れ、まずは感慨深いとコメントした。女性がもっと政治参画していくべきだと思っている時に、これだけ大きな選挙で2人の女性候補が最終的には有力になるというのは時代の変化を感じる。その上で蓮舫氏に関し、立候補する時といった時の特に男性たちがネット上でものすごくバッシングしているのを見た時に、なぜここまで叩くのかと思ったと憤り、ちょっとヒステリックなまでの反応に対し強い違和感を抱いたと男性を批判した。この発言を日刊スポーツ電子版が19日に記事として配信すると、たちまちネット上では異論や批判が殺到した。担当記者が言う、浜田氏の発言に対するネット上での反論は大きく分類して3種類のパターンがありました。1つ目は SNS などネット上では、個人情報を明かしていない投稿者が少なくないのになぜ男性だと判断できたのかという疑問です。2つ目は、蓮舫氏に対する批判には根拠があり、女性差別とは関係がないという反論。3つ目は、蓮舫氏を嫌いな女性も多く、男性に限定するのは間違っているとの指摘です。実は重要なマイナスの経歴、ここでは3つの中から女性も蓮舫氏が嫌いという指摘を考えてみたい。なぜなら率直に言って、蓮舫氏は女性が嫌いな女性政治家ランキングや女性が嫌いな女性ランキングで常に上位にランクされるからだ。これまで蓮舫氏は女性に嫌われる女性の代表的人物の一人だった。ところが浜田氏は、蓮舫氏が都知事選に立候補を表明すると男性がバッシングしたと指摘した。これまでは女性に嫌われる女性として名を知られていたのに、突然男性に嫌われる女性という指摘が飛び出したことになる。これは正しい見解なのか、専門家に意見を聞いた。選挙コーディネーターの鈴鹿久美子さんは、片瀬谷の異名を持つ政治家育成、国会議員秘書の人材育成なども手掛けながら、これまでコーディネーターとして100人以上の立候補者を当選させており、その勝率は 88% だという。選挙戦略の根幹の一つに立候補者の経歴があります。当選するためには候補者の人生にプラスの経歴が多すぎる場合は減らし、マイナスの経歴が少なければ増やして選挙戦を戦います。なぜプラスだけでなくマイナスの経歴も必要なのか疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。例えば商品の宣伝はプラスの要素しか言及しません。通販番組でフライパンが紹介されれば、性能が良く手入れは簡単で価格も安いと長所を並び立てるほど注文が殺到します。ところが人間の場合は違うのです。具体的にプラスの経歴ばかりの政治家を考えてみよう。名家に生まれ、幼い時から神童と評判、名門の私立中高一貫校から東大に進学し、国家公務員試験一種を余裕でパスすると、キャリア官僚として財務省に入省、要職を歴任しながらハーバード大学にも留学し、政界に転身すると衆議院議員選挙でトップ当選。こんな人生を歩んできた政治家に対し、あなたは関心や好感を持つだろうか。心理学などで研究が積み重ねられた結果、プラスの経歴ばかりの政治家は有権者に支持されにくいことが分かっています。完全無比の人生だと見せつけられると、有権者は候補者の間に精神的な距離を感じ、自分にとっては遠い存在と判断するからです。要するに候補者への興味を失ってしまうわけですが、積極的に反発する有権者もいます。その場合は完璧な経歴に対する嫉妬心や
エリート層に対する反感などが原因となります。鈴鹿さん、ぶっこした首相経験者を見てもプラスの経歴とマイナスの経歴が人気に影響を与えていることがわかる。東京帝国大学法学部から大蔵省に進んだ福田武雄や宮沢喜一の信奉者は決して多くない。一方、尋常小学校卒業を売りにした田中角栄は今も人気を誇っている。では蓮舫氏の経歴を見てみよう。父親は貿易商という裕福な家庭に生まれ、幼稚園から大学まで青山学院キャンパスにはフェアレディ Z で通い、その美貌からクラリオンガールとして芸能界にデビュー。バラエティ番組の出演を足がかりにワイドショーや報道番組の MC を歴任。結婚と出産で仕事をセーブした後、2004年に参議院議員東京都選挙区で初当選して以来4回連続当選。蓮舫さんも典型的なプラスの経歴ばかりの政治家ですから、有権者には好感を持たれません。つまり女性の有権者でも蓮舫さんが嫌いという人はたくさんいるのです。もし男性たちがネット上でものすごくバッシングしているという指摘が、男性の有権者だけが蓮舫さんを嫌っているという意味ならば、間違っていると言わざるを得ません。より正確な表現をすれば、男性でも女性でも蓮舫さんを嫌いな有権者はたくさんいるです。ちなみに小池さんも同じプラスの経歴ばかりの政治家ですから、やはり有権者は蓮舫さんと同じ印象を持っていると思います。どう鈴鹿さん、今回の都知事選で小池さんにも蓮舫さんにも投票したくないと考えている有権者は多いだろう。二人が共にプラスの経歴だけを並べ立てていることも大きな影響を与えているのだ。もし蓮舫さんがマイナスの経歴、つまりご自身の苦労や失敗の苦しさなどを上手に取り入れれば、有権者の関心を引き寄せることが可能です。例えば蓮舫さんは少子化対策や結婚できない若者の不安や負担を取り除くと訴えています。そうした公約をプラスの経歴しかアピールしない立候補者に主張されても距離を感じているので誰も聞く耳を持ちません。報道によると蓮舫さんは離婚の経験があり、ご子息に批判されたこともありました。人生の苦しさも経験したことをありのままに演説に取り入れ伝えることができたなら、たちまち有権者の印象はガラッと変わります。鈴鹿さん、蓮舫氏が、私は結婚に失敗しました、我が子から痛烈に批判されたこともありますと自分から率直に語り、こうした失敗を経験しているからこそ、私は結婚を望む都民をサポートしたい、少子化対策に尽力したいと呼びかけるわけだ。蓮舫さんは批判ばかりとの批判にも同じ方法で対応できます。蓮舫さんが決して順風満帆の人生ではありませんでした。むしろ常に厳しく批判されてきたのは皆さんがご存知の通りです。それでも皆さんの支援でここまで頑張ってきました。私は失敗を糧にします。どうか皆さん私に力を貸してくださいと訴えたら、有権者のイメージは変わるのではないでしょうか。自分の弱さも率直に語っていると蓮舫さんに親近感を持つはずです。蓮舫さんが自分の弱点も率直に語るだけの度量を示すことができれば、小池さんを逆転して当選することは可能だと思います。鈴鹿さん、東京都知事選7月7日投開票に立候補している無所属新人の蓮舫氏の選挙事務所にナイフで滅多刺しにして殺す、爆薬を仕掛けて爆破すると殺害を予告するファクスが届いていたことが24日捜査関係者への取材で分かった。警視庁が脅迫容疑で捜査している捜査関係者によると、23日都内の蓮舫氏の事務所に硫酸を手に入れた、立憲民主党の議員と家族にアタックするなどと記載されたファクス1枚が届いた。蓮舫氏側が同日被害届を出した。蓮舫氏はこの日 JR 立川駅北口で演説、制服姿の警察官や SP ら約50人が警戒に当たるなど物々しい雰囲気となったが、大きなトラブルはなかった。マイクを握った蓮舫氏は出馬表明会見での小池都政をリセットする発言が一部で波紋を呼んでいることについて、この言葉から蓮舫は全部をなしにする無責任なコメンテーターに随分言われましたと言及。そんなことあるわけないじゃないですか。
と否定し、小池都政の政策について良い部分は継続していくとした。応援に立った立憲民主党泉健太代表は脅迫について触れ、民主主義において妨害や殺害予告はあってはならない、これからもマイクを持ち続けると屈しない姿勢を示した。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。